安田雄二2月1日から1936年7月12日は、日本の陸軍軍人、陸軍方向学校学生、2.26事件に参加、他の将校らと、斉藤実内大臣、渡辺城太郎教育総監を相次いで襲撃した。最終階級は、砲兵将尉。安田のほか、坂井忠中尉、高橋太郎将尉。 麦や清澄将尉が率いる150人の襲撃部隊が東京府東京市四谷区中町三丁目の内大臣斉藤実の指定を吸収。斉藤を機関銃で殺害した。この後、安田は高橋将尉と共に30人を連れ、上尾木久保の渡辺城太郎教育総監指定へ、向かい、渡辺を射殺。後の安田の供述によれば、本来、 渡辺に関しては殺害する意図はなく、陸軍大臣官邸まで連行するのが目的であったという。なお、この時、殺害現場に合わせた、渡辺の次女、渡辺和子と安田の弟、善三郎とは、現在に至るまで交流があるという。時世、青雲の果てに、我が勤め今は終わりぬ、安らかに我かヘリな無竹尾の道、墓所、建宗寺旧姓 熊本県立最最高中学校は事件に関わった青年症候を他にも排出している。ありがとうございます。